案件お出かけチャンネルは、さまざまなシチュエーションで使える東海地方周辺のお出かけ情報を配信します。今回は静岡県の掛川にある観光スポット掛川城へやってきました。東名高速道路掛川インターチェンジから車で約10分、 JR 掛川駅から徒歩7分ほどのところにあります。駐車場は徒歩5分ほどのところに、有料で約200台分の大手門駐車場と、こちらも有料で58台分の掛川城公園駐車場があります。掛川といえば有名スポットの掛川花鳥園からも近いので、セットで観光する方も多いと思います。掛川花鳥園の動画も出しているので、よかったらぜひ見てみてください。では中に入っていきます。入ってすぐにあの有名キャンプアニメゆるキャンのメンバーがお出迎え。そういえば掛川にも来てたな。この細い階段でお城まで登っていきます。それほど大きなお城ではないですが、高台にあるので天守閣からの眺めに期待します。お城の中に入るのは有料で、大人410円、小中学生は150円です。これで二の丸にある掛川城御殿にも入れます。掛川花鳥園も行くのであれば、掛川まるとくパスポートというお得に掛川観光ができるパスポートがありますので、そちらをおすすめします。掛川城天守閣は外観3層、内部4層で作られています。中には掛川城の歴史に関わるものがいろいろ展示されています。中の階段を上り、ここが最上階。ここから東西南北で掛川の景色が見られます。街並みなど山も見えて緑が綺麗。新幹線が走ってる。春には桜、秋には紅葉がここから綺麗に見られるそうです。掛川城は1854年の大地震により天守閣など大半が損壊し、一度は廃城となったのですが、掛川市民の熱意と努力で平成6年に140年ぶりに日本初の本格木造天守閣として復元されたそうです。その美しさから東海の名城とも言われているほどだそうです。それでは天守閣を後にし、掛川城公園内にあるパスポートで入れる施設にも行ってみたいと思います。ここが二の丸にある天守閣最上階からも見えていた掛川城御殿。昔の日本らしい立派な建物。京都にいるような感じ。
中にも入ることができます。掛川城御殿は書院造りと呼ばれる建築様式で、畳を敷き詰めた多くの部屋が連なり、各部屋は襖で仕切られています。江戸時代の藩の政治や大名の生活が忍ばれる貴重な建物として、昭和47年から50年まで保存修理が実施され、昭和55年1月26日国の重要文化財に指定されたそうです。なんだかとても幻想的なものが。竹に穴を開けて模様にしたライトだ。とっても綺麗。掛川花鳥園のフクロウかな。大名行列の模型。長い。さすが行列、めっちゃ長い。こっちには掛川城の模型が。かっこいい。城好きにはたまらんだろうな。けどよく見ると今と少し違う。昔はこんなんだったのかな。こちらは爪楊枝で作った掛川城御殿と掛川城。これはすごい。細かいところまで丁寧に再現されている。これもまたかっこいい。相当な時間と手間がかかってるだろうな。次は二の丸茶室。ここでお茶と和菓子をいただきます。有料ですが、掛川丸徳パスポートがあればここも入っていただくことができます。昔のお茶屋さんっぽい店構え。とても綺麗なお庭で風情があります。建物は木造平屋建ての数基造り。中に入ると席まで案内してくれます。小さく可愛らしい席です。日本国内でも有数の生産量を誇る掛川茶の煎茶と和菓子。これはなかなかない体験。しかも綺麗な日本庭園を眺めながらいただけるという贅沢。中はこしあんで甘さ控えめ。煎茶との相性は抜群で心落ち着きます。次は二の丸美術館です。こちらもパスポートがないと大人200円で、
中学生以下は無料で入れます。中には昔の工芸品や日本画が数多く展示されています。綺麗な着物と帯留め、こちらには主にタバコ道具が展示されています。キセル入れ、昔にこんなおしゃれなものがあったんだと驚きます。けどお金持ちの人しか持てなかったんだろうな。季節ごとの日本模様、工芸品の柄にもよく使用されていたそうです。そして二の丸美術館から少し進んだところにあるステンドグラス美術館、洋風な作りになっていて素敵な建物です。入館料はパスポートなしだと大人500円、中学生以下は無料で入れます。入って正面にいきなり聖母マリアと上には綺麗なシャンデリアが、19世紀のイギリスで制作されたものを中心に約70点のステンドグラスが展示されているそうで、制作工程や道具なども展示されていて技術の奥深さも知ることができます。ほとんどの作品が自然光と LED 照明による2種類の鑑賞ができます。そして一番奥にある聖母マリアの生涯を描いた9枚組のバラ窓は圧巻です。とても綺麗で見とれてしまう。ヨーロッパの教会にでもいるかのような幻想的な雰囲気が味わえます。ステンドグラス館では SNS 映えしそうなとっておきの写真が撮ることができそうです。最後に掛川城公園の一番北にある竹の丸、こちらもパスポートがないと大人100円、小中学生が50円です。中には竹の丸スイーツカフェがあります。門をくぐると立派な日本建築と手入れの行き届いた和風の庭があります。昔の武家屋敷のような感じの建物、竹の丸は明治、大正、昭和にかけて建造された歴史的建造物だそうで、掛川市の指定文化財にも指定されており、建物の中に入るとどこか懐かしく落ち着いた雰囲気に心が和みます。とても綺麗で見事な庭園は散策することができ、建物の部屋は貸し室もしているそうです。玄関で入場料を支払い、カフェを利用したいときは支払い時スタッフに伝えます。建物の一角がカフェになっているのですが、古民家カフェみたいな雰囲気で、掛川茶を使った濃厚な抹茶スイーツやランチも楽しめます。ちなみにあの有名な将棋の藤井聡太さんが王将戦を二の丸茶室で対局し、その時ここにある抹茶ケーキ茶畑を食べたそうです。
パスポートもこれで全て制覇し、お得に掛川観光ができました。掛川城周辺でランチのお店を探索していたら、パスポートにも載っていた担々麺のお店があったので入ってみました。夜になるとにぎわう飲み屋街の入り口にある麺屋美久。こじんまりとしたカウンター飲みのお店、白ごま担々麺の丼セットにします。パスポートにトッピング無料クーポンがあったので肉増しに。とても濃厚でクリーミーな担々麺で美味しかったです。よかったら行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録してぜひ参考にどうぞ。